大山信介のみんなの北海道 2.0。 北海道、そして関西の皆さん、おはようございます。お待たせしました、北海道田舎プロデューサー大山信介です。おはようございます、 HBC 北海道放送の柳谷杏奈です。高橋咲です。今日からスタートするこの番組、大山信介のみんなの北海道 2.0、 札幌の HBC ラジオから北海道の皆さん、そして関西 MBS ラジオをお聞きの皆さんにお届けしていきます。さあ、大山さん、1回目の放送です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。はい、お願いします。いや、関西の皆さん、 1ヶ月ですね、お待たせしました、はい、お元気でしたかということでね、7月も暑かったですねということと、大変な世情ですけど、本当お帰りがありませんかということで、関西の方にはですね、一月お待たせしましたと、はい、いうことなんですけれども、はい、北海道の皆さんにはね、はい、初めてということ で、ね、なんじゃこりゃというね、そういう番組ですしなおかつですね、大山信介って何者とかですね、はい、急に出てきた変な親父的な、そんなこともありますし今ね、あのお名前、柳谷杏奈、高橋咲、アンナちゃんと、はい、サキちゃんと、はい、今日はお二人ですよね。そうですね。で、来週からは一人ずつなるの？はい、一週ずつ交代で、来週は私、高橋咲が。あ、また、そう。ということはやっぱりこう、はい、若いよね。若いですよね。やっぱりね、毎週続けるのは私たち嫌っていう感じで、隔週になるっていう感じですか。そんなわけではないんですよ。そんな感じでもない。そんな風に捉えていらっしゃったんですか。多分ですね、僕今、急に思い出したんですけど、はい、ふっと考えたら、アンナちゃんとサキちゃんの年齢足しても僕にならないんじゃないかと、はい、っていうふうに今思ったおじさんは、関西の方にですね、助け舟を求めつつ、そして、北海道の方には、まあ、これからですね、地味な番組ですけどよろしくお願いしますということで、じゃあどんな番組なのと、はいまあ、いうことなんですけど、まあ、それはおいおい ね、 ね、これからね、まあ、簡単に一言で言うと、はい、まあ、いろんなね、大変なことってたくさんありますけど、大変だ大変だ大変だって100回言ったって楽にならないんで、はい、じゃあ北海道と関西の皆さんが一緒に元気になれるってなんかないかな、ワクワクできないかな、嬉しくなれないかなって、そんな番組を関西の方にお届けして、今日が関西通算603回目というね、そんな番組なんですけれども、はい、まあね、ゆったりまったりいきましょうか。はい、はい、今回は1回目の放送ということで、はい、この番組と私たちのことをどんどんしていただきたいと思います、はい、とにかくアンナちゃんとサキちゃんと、え、どこに行くの、アンナサキ、アンナサキといいですね、そんな感じで覚えてもらえればね、いいかなと思いますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、みんなと一緒に北海道と日本を元気に、北海道各市町村の魅力的な人、町、生活情報をお届けする大山信介のみんなの北海道 2.0、 30分間お付き合いください。大山信介のみんなの北海道 2.0。 今日からスタートしました、大山信介のみんなの北海道 2.0、北海道 HBC ラジオからお送りしていきます。大山さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ねえ、スタートしちゃいましたね。しちゃいましたね。これはですね、はい、どんな番組になっていくのかっていうこともあれなんですけれども、はいはい、まずは自己紹介しましょうね。はいはい、私、大山信介からいきますか。お願いします。はい、関西の方には2008年からお世話になっておりますね。本当にね、懲りずにまたやってきたかと言われちゃうかもしれませんが、北海道の皆さんにはですね、あ、ひょっとしたら、また別の番組でもお世話になってお聞きいただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、僕自身はラジオのプロということではないんで、もともとですね、30年間公務員だったんですよね。北海道庁というところに勤務していた、まあ、普通のおじさんその辺、普通のおじさんってそのね、なんか、え、その目線、これラジオっていいですね、この目線が見えないってところがいいですね。このね、若いお二人に、まあ、見られてるとね、なんかこの場にいていいのかななんてことも思いますけれども、それはちょっと置いといてそれで
僕はですね、何をしてるかというと、あの北海道庁30年勤務後ですね、はいはい、あの結局は北海道の何かこう元気になれることってないかなとかですね、うんうん、あるいは、まあ、北海道庁に勤務中もそうだったんですけれども、あのちょっと暮らしっていうのを企画して、ちょっと暮らし、まあ、ちょっと暮らしっていうか、あのなんていう名前は何でもいいんですけれど、関西や本州の方に、はい、うん、あるいは札幌の方が北海道の、札幌以外のところ、はい、あるいは稚内の方が函館でもいいんですけれども、うん、いわゆる移住っていう言葉が未だにちょっと残ってるんですけど、はい、移住とかっていうと、まあ、非常に重いんで、うん、まあ、少し気軽にですね、1週間とか2週間とか滞在してみませんかっていうのを企画したのが平成の17年ですか。平成17年ですね。10年以上前です。まだ生まれてた、まあそういうことですね。平成17年に企画して、はい、そして18年から本格的にね、うんうん、全国の仲間と一緒にスタートしたんですね、はい、ちょっと暮らし、まあ、ですから言い方はそれぞれ田舎体験だとか、うん、あるいは、お試し暮らしだとか、はい、いろんな呼び方で今全国で800団体くらいやってるのかな、800自治体くらいやってるのかな、はい、あのそれが北海道で、たまさか私が北海道庁で勤務している時に企画したのが全国で初めてで、でまあ初めてだったんですけど、もう特に関西の方に、ああそれはいいよねって、観光の2泊3日じゃちょっと物足りなかったんで、かといってね、はい、いきなり住むって話にもならないんで、はい、あのまあ少し北海道に滞在して楽しくやってみようかな、うん、でも待てよと、これですごく料金かかんじゃないと、ペケペケ会員権とか言うと、入会金2000万とか3000万とかとかね、そういう会員システムは世の中たくさんあるんですけれど、うん、そういうんじゃなくて北海道の市町村と、はい、まあ、民間の方がタッグを組んで滞在のお家を用意したんですよ。お家を用意して、それもまたお金をたくさんかけてこう、やるとね大変なんで、はい、空き家、空き家でもね、綺麗な空き家、うん、どんな空き家っていうと、一つだけね、今日は一つだけ例挙げますと、お願いします、教職員住宅、はい、先生の、先生の、はい、あれがね最初はポピュラーだったですね。うん、あのつまり統廃合が3つの学校が1つの学校になると、うん、2つの学校の教職住宅が余っちゃうんですよ、はい、でそれまだ綺麗と、じゃあそこに滞在していただきましょうと、うん、で大型家具を全部揃えて、まあ段ボール1個くらいを送ってもらって、それで1週間2週間滞在するっていうのはどうでしょうとかっていうのを企画したんですよ、はい、で2週間滞在しても、一軒家ですよ、うん、一軒家を2万円とか3万円とか2万円、そういうお値段でスタートしたらダダダダダって来ていただいて、あのね今でも覚えてるのはね、急に思い出したのは平成17年の時に実証実験をやったんですけど、その時はあの28人かな、本州から来ていただいて、そしてあのまあそれがたまたま全国初だったんで、あのまあいろんなテレビでね、例えば公共放送のクローズアップ現代とか、なんかいろいろ紹介していただいたら、ほとんど宣伝しなかったんですけれども、翌年28人が400人くらいになっちゃって、あとはどん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 増えて、今何千人来てるのかよくわからないんですけど、うん、はい、まあ滞在すると、はい、で滞在すると、まあじゃあこの番組はその滞在の番組を、そのことをお伝えするんですかと、そのことに絞るんですかというと、そんなことじゃなくて、はい、つまり北海道をどうやったら関西の方に、本州の方に楽しんでいただけるかっていうか、使っていただけるかと、はい、いうことを一緒に考えていく、そんな番組なんですけどもね、うん、ですからその一つの例として、今ちょっと暮らしと言いますか、体験する、はい、体験するってね、はい、結構いいですよ。うーん、例えばね、アンナちゃんもね、はい、あの札幌生まれですか。札幌生まれです。札幌育ち、はい、じゃあ稚内は。稚内は行ったことないですね。出たさきちゃんは札幌生まれですか。はい、札幌生まれ、札幌育ちです。え、じゃあ根室に行ったことは。根室行ったことないです。出たっていうのが普通なの、はい、普通なんですよ。広いですもんね。広いですからね。でこのことを関西の方が聞くと、同じ都道府県の中で行ったとこないとかって何それって話なんですけれど、はい、例えば、北海道にいるとね、あんまりピンとこないんですけど、あの例えば関西って人の 2.5 倍が2府5県、2つの府と5つの県、2府5県の 2.5 倍
が北海道の面積なんですよ。で179市町村あるじゃないですか、はい、ありますね。なんで行ったことないとこってたくさんありますよね。僕もね、よく市町村のことすごく詳しく知ってますよねって言われるんですけど、そんなね詳しいってわけでもなくて、あ詳しいまあ人業務上過失じゃなくて業務上知ってることはまああると、はい、ぐるっと回りましたからね、うん、でもアップデートしないと、はい、えこの間もそう急に思い出したのはね、ある町に行った時にえここにこんなのあったっけって、つまり10年前 の知識でこう止まってたりすると、はい、どん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 こうアップデートしないとダメなんですよね、はい、そんなこともあって、私たちもわからないこと、まだ北海道のこといっぱいあるんですけれども、ところがですね、関西の方で、はい、僕ね急にもう思い出しちゃったの、いろんなイベントをさせていただいてたんですけど、今までもうなんかやったかな、もう本当にお世話になってたんですけど、ある3回目くらいだから平成20年か21年くらいだったと思うんですけど、一つのイベントでラジオを聞いていただいた方と、ね、リスナーの方とこういろいろ話をしてたら、僕ね北海道にねこの間ね155回目って言われたの。旅行にということですか。155回目155回行ったんだけれども、やっぱり大山さんが言うその滞在の、まあ、今度やってみようかなと、 2,3 年の間に考えてみるよ、あれ 5,6 年の間に考えてみようかなとかって、はい、っていう方が、はい、同じ会場に2人いらっしゃったの。同じ155もう下一桁まで一緒っていうのはね、僕忘れられないんですね。宝くじみたいですね。すごい関西の方は、はい、ですから、あの当時はですね飛行機もそうでしたけど、はい、フェリーが多かったかな。フェリーで舞鶴から小樽に行きますとかね、うん、そういったお話とか、はい、いろんなお話をお聞きして、あそっか関西の方にこんなに北海道を持っていただいてるんだ、うん、っていう話を北海道の方に知っていただきたいということで、はい、北海道の方にもこう情報を共有すると、はい、つまりね行ってみますとですね、なんちゅうの、空飛ぶ北前線、そんな北、まあ、おしゃれですね。そんな感じいいですね。江戸時代の北前線の今 で、はい、今で言えば空飛ぶ北前線みたいな感じで、はい、あそっか関西って言っても、そっか、京都と大阪そんなに、奈良ともそんな違うんだとかね、うん、北海道といっても北と南じゃそんな違うんだとか、はい、違いますね。違うでしょ、うんうん、はい、まあさまざまなことをですね、うん、ちょっとずつちょっとずつね、お伝えしていこうかなと、はい、そしてこの番組は、ね、特産品のご紹介とプレゼントということもお楽しみということで、はい、毎週のプレゼントとそれから月間のプレゼント、はい、こちらで、皆さんにね覚えていただきたいような特産品もご用意していますので、よろしくお願いしたいと思います。宛先だけお願いしますか。アンナちゃんお願いします。はい、メールは m@hbc.co.jp、 アルファベット小文字の m、 みんなの m です。 m 一つでいいの。一つでいいです。びっくりしました。私間違ったかと思ったじゃないですか。 m 一つでいいの。一つでいいです。わかりやすいですね。簡単ですよね、はい、はがきの方は060-8501 HBC ラジオ大山慎介のみんなの北海道 2.0 までお送りください。お待ちしています。 HBC っていうんですよね、はい、北海道放送、はい、北海道では一番古い放送局なんですけど、民放なんですよね、はい、いろんな感想とかプレゼントの宛先もすべてここ同じですので、はい、よろしくお願いしたいと思います。お待ちしています。楽しみにしています。大山慎介のみんなの北海道 2.0。大山慎介のみんなの北海道 2.0、 北海道の HBC ラジオからお送りしています。なんか取り留めもない話で始まっちゃったんですけど実はですねこの番組では、まあ、時々は北海道の中であの町がこういうふうなことでって私お伝えすることもありますが、はい、基本的には、そうですね、地域で頑張っている方の電話でつないでね、うん、お声を聞きたいなと、はい、これを続けていきたいと思いますね。電話で、はい、電話でいろんな話が、これがね始まるとですね、はい、すっごい面白い話があったり、信じられない話シリーズとかもあるんですけど、はい、今後少しずつアンナちゃんとサキちゃんがね、はい、順番に毎週一週ずつですか。そうですね、交代交代でいいです、はい、いいですね、はい、まあ、あの時々だんだん嫌になってきたらアンナちゃんだけになったりするそうなったら悟ってください。悟ってくれる。なるほど、冗談ですよ。なるですね、はい、そんな感じであのいろんなインタビューもお伝えしていきたいなと思うんですね。楽しみです。で、まあ、先ほどちらっとお伝えしましたけれども、じゃあ
空飛ぶ北前線は今後どうなっていくのかというと、はい、あのね、僕ずっと思ってるんですけど、札幌と札幌以外っていうのが、はい、あのものすごくこういろいろ違いが出てきて、うん、ですから例えば先ほど稚内、ね、行ったことない、根室行ったことない、これたくさんいらっしゃるじゃないですか、札幌市民の方で、はい、ですから札幌の方がいろんな情報、まあ、あえて言うと北海道の方が北海道の情報を聞いて驚くと、うんうん、でそれをなんで北海道民なのに北海道のことで驚くのということで関西の方が驚くと連続驚く驚くが続いていくうちにあ、じゃあこういう点もそうだよね、北海道の人だって知らないんだよねとかね、はい、そういうふうにこう、まあ、発見して、あるいは見つけながらこの番組の、構成って言いますかね、あ、じゃあ今度さ、あそこの町もう一回取り上げようよとか、はい、あ、待って、稚内が、そっか、あのちゃん行ったことないなら稚内の近辺例えば、じゃあ利尻もないの、島行きたいなってずっと思ってます。あ、ごめんね、これ以上聞きません、これ以上聞きません、お願いします。利尻の、例えば利尻昆布酢というね、はい、これも超僕一押しの酢があるんですけど、うん、これは一体どういう味かとか、はい、今度ねまた番組でも、ねね、プレゼントしたいなと思うんですけど、そういったさまざまな切り口で、はい、あ、そうなん、関西と北海道ってこんなに違うのかと、うん、でもそんなにいろいろ今までもつながりがあったし、そして本州目線でいう北海道、いろいろ見方があるんだなということを北海道民に気づいていただきたいと、はい、いろんな発見がありそうですね、なんてことをですねちらっと思いながらも、はい、一足飛びにはいかないので地味に続けていくんですけれどもね、はい、まああの世情、この新型コロナウイルスでいろんなことがあって、はい、例えばテレワークとかっていう言葉が一般的になったんですけれども、はい、この実は、ね、先ほど体験するねシステム、ちょっと暮らしでも、お試し体験でも何でもいいんですが、あれを始めた平成17年の後に僕ね2000その3年後かな2年後かな2007年に北海道内で十数箇所だったと思うんですけど、はい、テレワークを本州から来ていただいてするっていう実証実験を担当したんですよ、自分で企画して、パイオニアですね、まあ、結構地味な、人間で先駆とまではいかないんですけどね、まあね緊張しちゃいますね、さきちゃんその鋭い目線ですいません、で、いや、いいんですよ、でね、その時はね、あ、そっか2週間離れてても大丈夫なんだっていう、あ、急に思い出したのは関西の企業さんですよ、はい、結構いらっしゃったんですね、うん、それで2週間離れててもこんなに大丈夫だったんだとか、とか、ある京都の社長さんは2週間離れてたんだけどさ、青山さんって、あ、どうですか社長って言ったら、ダメだねこれって、うん、え、なんでダメですかって言ったら、いや本当に仕事が順調で、で会社自体が全然あの機能がストップしないと、ということはつまり僕が2週間いなくても会社は何ともないんだってことに社長自ら来た方がいるんですよ、気づいてしまったんですね、気づいちゃって、うん、それが2007年だったと思うんですけど、その後ちょっとリーマンショックで一旦こうヒューッとなって、はい、でまあ今もう一回こう、ね、ブームって言いますかね、これはちょっと少しは戻るでしょうけど全部は戻らないのかなとは思うんですが、そういったあの滞在システムもいろんな形を変えて、それから交流の仕方もいろんな形を変えて、あるいは特産品もいろんな使い方を考えるだとか、さまざまな今正常新しい生活様式とかいろんな言葉が割歩してますけれども、その中で変えていいものと変えてほしくないなっていうところだとか、そんなことを少しずつね関西の方や、あれ北海道の中でも、はい、そうだよね北海道のさと日高の馬あの馬だけは守ろうよとかね、うん、あの馬乗ったことあります？え、ないんですけど競馬は好きです。競馬好き、はい、いいですねいや競馬はね本当馬を決めてやってる方もいますけどね、はい、僕ね初めて馬乗った時ね、なんかこう人生の汚れた部分がね全部取れてるみたいですよね、それは今度乗ってみます。乗ってみたい。あの目を見るだけでね吸い込めそうですからね、すごい綺麗な目してますよね、すっごい綺麗な目 ですから、あの日高のね馬の文化を守ってくれと、はい、いうような関西の方のおはがきなんか僕たくさん読ませていただきましたとか、いろんなことを北海道の方と一緒に、はい、この番組でですね少しずつまた、共有していきたいなと思います。さて
お待たせしましたということで、あ、これずっと話していくとね1時間番組になっちゃうんで、はい、大山さん、私たちの自己紹介ちょっとさせていただいてもいいですか。あ、なるほど、はい、そうですよね。そうなんですよ。そうですね、ごめんなさいね、はい、いやダメだダメ音がここで乱発ですね。はい、アンナちゃんどうぞ。ありがとうございます。あの MBS ラジオ聴きの皆さん、はじめまして。あ、そうか、 HBC の方みんな知ってるからね。あ、はい、みんな知ってる皆さんじゃないんですけど、 HBC ラジオの皆さんの中にもはじめましての方もいらっしゃると思います。はい、HBC ラジオトピッカーの柳谷アンナと高橋咲が今回みんなの北海道を、うん、お送りしていきます。こんだけ高橋さんからじゃあトピッカーって何、はい、っていうところをお願いします。はい、トピッカーと言いますのは、普段午前中の番組でのリポーターを私たち2人担当していまして、平日ね。そうです、平日の午前中ですね、車に乗ってですね、札幌市内ですとか札幌市近郊を走っています。車で走って移動していて、まあ、外の様子ですとか、そうですよね、はい、お天気とか。あ、そっか、はい、札幌市内のことは何でも知ってるんだ。まあだいぶ詳しくはなったかなと。美味しいところとかね。そうですね、徐々に徐々にって感じです。この番組と一緒にゆっくりゆっくり。あ、それはですね、はい、関西の方にも喜ばれますよね。あ、本当ですか。一番困るような質問がありますからね。一番美味しいなんとかの店とか、はい、一番ってつくと比較系が困るんですけどもね。はい、札幌市内でトピッカーに乗って、でレポーターしてると。そうです、あのイベントとかをリポートしまして、あ、いい、ね、まあ、日々たくさんの方と、まあ、お話ししたりですとか、声をかけていただいたりですとか。そっか、それで、はい、そういった風に。それでおじさんなりしてるんだ。それはちょっとどうかわかんないんですけど、いいですね。まあ、リポーターを普段ね2人でしています。はい、わかりました。アンナちゃんとサキちゃんでね、はい、いつの間にか多分ですね、僕がフェードアウトしてアンナちゃんだけで話してるかもしれませんけどもね。ごめんなさい。ということでね、最初からあれでしたけれども、でも忘れちゃならないのがこの番組の特徴である特産品の PR、 そして、プレゼントということですね。はい、今週のプレゼント。かわいいですね、かわいいですね、本当ね。ということで今週のプレゼントです。今週はですね、下川町です。下川町ね、北海道の方はご存知だと思うんですけど、はい、まあ、環境都市、まあ、これ環境で有名な全国の町ですね、はい、あるいはジャンプ、葛西選手ですとか、うん、まあ、いろんな有名なジャンパーが一つのオリンピックで4人出たりしますからね、うん、下川町、はい、こちらで日本最北端の、手延べ麺、いろいろあるんですよ、うどんとかそば、はい、そうめんとか、はい、それから冷麦とか、うん、本日は下川町のですね、手延べそうめん5束セットを5名にということです。はい、これはね、美味しいですか。たまらないですね。道産の小麦 100%、はい、そして塩がこだわってて、稚内の塩を使ってるんですけど、この稚内の塩はですね、マグネシウムの含有量が、世界一なんですよ。ものすごい美味しいですよこれ。僕はびっくりしました。4年前初めて食べた時に、地元でね、下川で食べた時に、はい、なんじゃこりゃと思いましたね。次回大山さんが、持ってきてくださるということで楽しみに、楽しみにしてます。よろしくお願いします。約束しました。ではプレゼントの応募にはキーワードがあります。お願いします、はい、大山さん。もう今週は直球ストレートど真ん中、はい、番組名でいきましょう。みんなの北海道 2.0 こちらでお願いします。はい、プレゼントのご応募はメールがm@hbc.co.jp、 アルファベット小文字の M、 みんなの M です。番組ホームページからもご応募できます。はがきはですね、 060-8501 HBC ラジオ大山慎介のみんなの北海道 2.0、 締め切りは8月5日水曜日となっています。番組の感想や質問、メッセージ、名前、住所、電話番号、そしてキーワード、みんなの北海道 2.0 を忘れずに書いてお送りください。はい、ということでもう一つありますね。お、はい、月間プレゼント、お願いします。月間プレゼントということは、このお便りをですね、ずっと、月末ですね、はい、月末まで、どれかで1回でもいいんですけど、毎回でも結構なんですが、お寄せいただいた方の中から抽選でということなんですけれども、はい、2名の方に今月は北海道の厚沢部町でを作ってるんですよね。厚沢部町は大山さんのご出身でしたよね。あ、もうそういう話ちょっとね、また今度しましょうね。はい、お願いします。北里、喜び多い里、
焼酎、北里焼酎、これ北海道の方は結構知ってますよね。これは私たち飲んだことあります、はい、ありますね、北里焼酎の飲み比べセット、ね、麦、昆布、メークイン、さつまいも、麦、昆布、メークイン、さつまいも、この4種類、意外とねメークインってあるんって関西の方によく言われますね。じゃがいもの焼酎ってことですよね。芋焼酎っていうのはもう鉄板さつまいもなん で、 そうですよ、ね、本州の方にはね、うん、で北海道の方にはさつまいもも北海道でできたんだって話になるんですけれども、うんうんうん、この、北里の焼酎飲み比べセット、こちらを2名にプレゼントしますということで、どうすればいいんですか、はい、ダブルプレゼント、月間プレゼントは、はい、今週のプレゼントとダブルエントリーすることができますので、はい、どちらも応募したい方は今週のプレゼントのキーワードと、そして焼酎希望と両方書いて送ってください。あ、キーワードの横に焼酎って書けばいいんだ。そうなんです、ね、この焼酎を希望される方は、はい、焼酎希望と書いてください、はい、メールは m@hbc.co.jp、 アルファベット小文字の M、 みんなの M です。はがきの方は060-8501 HBC ラジオ大山信介のみんなの北海道 2.0 までお送りください。締め切りは8月5日水曜日となっていますね。いろんなご感想お待ちしてます。お待ちしてます。大山信介のみんなの北海道 2.0。はい、ということでね、みんなの北海道 2.0、はい、どうでしたかと、はい、あっという間でしたね、はい、そうですね。来週からは一人ずつということですね、はい、はい、来週は高橋咲が、あ、咲さん、はい、大山さんとお送りしますのでよろしくお願いします、はいね、あんな咲どこさということで、あんなちゃんと咲ちゃん覚えてくださいねお願いします、はい、ということで、あの、いろんなご感想、そうだよ、北海道と関西のことを考えるんだったらこういうテーマあげたらって、北海道民の方からのメールをあがき、あるいは関西の方への質問とか、はい、で関西の方はもうね、なんで大山さんはそんな変なのとか、そんなの全然結構何でも結構です。お便りおはがきお待ちしています。もう一回だけちょっと連絡のおはがきとメールだけお願いできますか。はい、まあ、そういったくね交流していけたら楽しいなと思います。ではメールが m@hbc.co.jp、 アルファベット小文字の M、 みんなの M です。おはがきは060-8501 HBC ラジオ大山信介のみんなの北海道 2.0 までお寄せください。こちらはあれですよね、ラジコで聞いてる方もたくさんいらっしゃいますね。そうですね、ラジコ、それからあれですか、あの、番組のホームページでは、はい、もう一度番組を聞きたいという方は HBC ラジオの公式 YouTube にもこの後番組がアップされますし、もちろんですね、ラジコまたはラジコプレミアムでもお楽しみいただけます。ってことは、あの、昼何時に聞こうっていうふうにもう決めちゃって、日曜の昼はね、はい、みんなの北海道 2.0 聞こうかなっていう方は HBC のホームページと、はい、ラジオの公式 YouTube ですね、公式 YouTube、はい、あるんですね、そちらの方をチェックしていただければと思います。わかりました。そんな感じでこれからですね、じっくり頑張りますんでよろしくお願いします。お願いします。では大山信介のみんなの北海道 2.0、 お相手は HBC 北海道放送の柳谷杏奈、高橋咲、そして今日も来週も、そしてずっとあなたのそばに、大山信介でした。それではまた来週。